福岡大学で今日卒業式が行われました。華やかですけれども、新型コロナの影響で制約が多い最後の1年でしたが、卒業生はそれぞれの思いを胸に羽ばたいていきました。キリッとしたスーツや艶やかな袴姿で晴れの日を迎えた卒業生たち。去年は中止された卒業式ですが、今年は学部ごとに分かれて出席者を卒業生と教職員に限定して行われました。異例の1年を過ごした卒業生たちは、みんなで卒業式できたらなと思います。で、最後の1年間も学校行けてなかったので、まあ久々に会えて嬉しいかなって感じです。めっちゃ充実はしてたんですけど、やっぱり最後の1年は悔しいかなっていう思いは残ってます。大会は一つもやってないです。それでも大学での思い出は色あせることはありません。九州大会優勝とかした時に優勝カップみんなで持って写真撮ったりするところが一番楽しかったです。コロナの影響で練習もうまくいかない時もあったので、完璧には終われなかったんですけど、それでもその中でもみんなで楽しく終われたなって感じです。一番感謝してるのはもう両親です。もう泣き出しそうなぐらい感謝してます。地元熊本なんですけど、福岡まで出してくれて、そこで就職もなんか決まらなかったりしたんですけど、応援してるよって言ってくれて背中を押してくれたのが一番感謝してます。